いや、おざないなんですけど、その身長があるなら、まあ、できるかなと思う。そのダンクシュートもできたり、うん、あの高さがあったりするんで、バスケ有利なんですけど、うん、なんか自分勝手にやるわけじゃないし、うん、あのだけね、すごいいい選手、めっちゃ盛り上がります、うん、それでも盛り上げないように、うん、すぐなんかやり返そうっていうことするチームもあれば、なんかそのまま悔しがってるチームもある。177センチ。3年生の12月の時から、うん、バスケット入りませんかっていう学校でチラシが来たので、それを見て楽しそうだなと思って入りました。サッカーや野球とは違い、たくさん点が入るので、とてもハイペースに点が入るので、そこが魅力だと思います。千村瑠衣選手が終わりです。シュートもよく入るし、あの身長も大きいし、そういうところで憧れています。オリンピックで日本代表を率先して、日本代表を引っ張っていくようなプレーが、ニック・ケイ選手が好きです。7月とか8月とかぐらいに、相手のパスをカットした時でフリーになった時によくやります。あの自分のダンクを見て驚いてくれる人がいたりするのが好きなので、接戦の時とかダンクを外してしまったら負ける可能性があるので、やっぱりあの勝てる時とか、結構点差が離れてる時は本当にあの自分しかいないっていう余裕、あのダンクが簡単な時にダンクはするようにしてます。バスケットでは特に将来の目標は中学高校ぐらいまではよ